8月2日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて398円と62銭安 27,594 円73銭でした。トピックスは 34.62 ポイント安の 1925.49 でした。プライム市場全体の 88% にあたる1620銘柄が下落、上昇したのは全体の 10% 190銘柄ということで、ほぼ全面安という、動きでした。マザーズ指数は 8.1 ポイント安 1.1% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。アメリカのナンシー・ペロシ下院議長ですね、台湾を訪問する、今日訪問するなどという話が複数のメディアから出ています。中国はこれについてかなり強い牽制をしていますし、何か米中の緊張関係が高まると、そうしたところから今日アジア市場全体が売られていました。東京市場も買えずに今日は日経平均株価 1.4% の下落でした。こうした中で、決算関連ではそれなりに買われている銘柄もありました。6806広瀬電機ですね、今日は340円高 1.8% の上昇でした。スマートフォンですとか産業用機械向けのコネクタが好調だったということであります。良好な決算と市場は取ったんでしょうか。今日は資金が入ってしっかりとした陽線をつけて買われておいています。一方で4、6月期の純利益、利益というのが市場予想を上振れた三菱商事ですけども、株価の反応としてはやや反応薄い、まいちな反応となっています。今日は66円安 1.6% の下落で取引を終えています。今日の東京市場、ナンシー・ペロシ下院議長の台湾訪問、訪台をめぐってアジア市場が軟調な中、東京市場も買えずに、東証プライム市場では9割近い銘柄が下落する、ほぼ全面安と言っていい展開でした。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。